医院経営秘伝のタレ。医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。皆さんこんにちは、丸の鎌形です。こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。医院経営秘伝のタレ第30回お届けしていきたいと思います。ついに30回です、先生。そうですね、これいつからやってるのかな。これはですね、2021年の10月ぐらいだったと思います。じゃあ2年ちょいですかね。2年ちょいぐらいですね、うん、そうです。最初の頃の音声僕も聞いてたんだけど、はい、この間で声に張りがあって若いですね、まだ。そうですかね、元気がいいんだけど、はい、もうちょっと元気出して喋った方がいいのかなって思いましたんで、はいはい、まあ、今日は30回を機にちょっと若返った感じでいきたいと思ってます。はいはい、ぜひお願いいたします。で、近況ですけど、はい、株式会社マルさんとの付き合いもだいぶ長くなってまして、はい、そうですね、7、8年、もう私ども創業してすぐお付き合いが始まってますか。9年、10年、うん、そんなんですね。はいですね。お互い、私はもうすっかり年を取ってしまいましたけど、あなたは全然変化がなくて羨ましいですけど、いやいや、ですからやはり共に歩んできて大変お世話になって、その間ずっとコロナもあったけど成長続けられたのも、うん、丸さんのおかげで、ありがとうございます。ありがとうございます。もったいない。近況ではないですが、今日はお礼で近況に返させていただきます。ありがとうございます。とても恐縮な、ありがたいお言葉をいただきながら本題に入っていきたいと思います。では記念すべき30回のご質問はですね、先生にふさわしい内容だなと思いながら質問を読み上げます。医院をブランド化するためにはどうしたらよいでしょうか。先生のお考えを教えていただけるとありがたいです、というご質問です。そうですね、ブランディングというのは株式会社マルさんの一つのお仕事の柱だと思うんで、それ以前にブランディングっていうのをね、耳には挟んでたけど、うん、そういうことにこれだけ投資してるというか長期にわたってね、うん、はい、でしょっちゅうこうやってお会いしてるっていうのが、うん、ずっと継続してるっていうのは当時はそんな風に感覚なかったですけどね、うん、だからなんていうかな、対話の向上する努力について常に考えているってことがブランディングにつながるとまずは思いますので、うんうん、そうなると丸さんと契約すればこの話はこれで今日は終わりでいいかなというふうに思っちゃうんですけれども、いやいやいやそんなことないです。すぐ終わっちゃうんで、そんなことない。とりあえずちょっと真面目に話したいと思うんですね。はい。それでブランド化するためにはまず綺麗な外観も少しはあった方がいいんですけど、別になくてもよくて、うんうん、例えば開業して15年20年経ってれば、はい、それなりに傷んできますしね、うん、でもそこをそれじゃあリニューアルして綺麗にしたからって言ってそれでブランド化するかっていうと、うん、まあ、100% 絶対しないですね。それはブランド化するんだっていう考えがいいかどうか分かんないけど、うん、一番大切なことはやっぱりトップである先生がね、はい、より良い明日を作るために一度しかない歯科医師としての人生だから、はい、少なくとも地域一番ぐらいは目指すんだというね、うん、そういう目標設定というかね、うん、口頭向けでもいいんですよ。それは地域一番なんてあるわけねえみたいなね、思っちゃダメなんですよ、はい、それはね、思わなかったらね絶対実現しないんで、うん、実現しなくてもいいからとりあえず思えばいいわけね、うん、うちも今確実に自分で言うのもなんだけどそうなってますからね、うん、そうですね、ですからまずはそういうありえないぐらいの高い目標設定をまずしましょうということね、うん、これが大前提としては非常に、うん、大切ですね、うん、でじゃあそれを具体的にどうするかという話で、はい、そのためにはですね、患者さんにたくさん来てもらわなきゃいけないんで、うん、以前の回でも何回も言ってますけれども、ちゃんとメンテナンスリコールシステムを整えて、うん、患者さんをねストックしていくという考えはもちろん正しいんですけれども、うん、それ以前にやっぱり診療内容としてね、はい、患者さんに喜んでいただくということが、うん、めちゃめちゃ大事ですよね、うん、開業した頃に一番考えたことは、はい、とりあえず昭和時代だったんで痛くなくやろうと、非常にシンプルね、うん、で
シンビシカという言葉がね流行しだしてたんで、はい、美しくしようと、うん、で機能回復とかねちゃんと噛める口にしようと、はい、そういう三本柱で考えていたんですね最初、うん、でもそんなの今どこでもやってるんで、うん、そんなじゃブランド化しないわけですよ全然、うんうん、ただじゃあ本当に痛くないかって話ね例えばうちの場合は表面麻酔の薬を特殊なやつを使ってて、はい、すごい高額なお薬なんですけどそれ塗って2分ぐらい置いとくとねほぼ9割以上の人は無痛ですね注射って。ですからまずそこから他とは違うわけですよ、うん、昨日インプラントをやった女性がいたんだけど、はい、今まで自分が受けた歯科治療の中でインプラントが一番恐怖だったと、うん、やる前は、はい、だけど今まで受けた歯科治療の中で今日が一番痛くなかったって言ってました。おそこまでの効果というか実感があるわけですね、うん、そうですね。だから無痛で本当にやるっていうことはすごく大切なことだし、うんうんなかなか困難ですね。注射の注入速度もものすごいゆっくりにしてますから、うんはい、うん電動注射器のスローでやってるんですよね。スローだとものすごい時間かかるんですけど時間かけても痛くなくする価値はそこにあるんですよね。あ今まで経験したことのないようなミラクルをそこでやってしまうことができるわけです、うん、痛くなくするってことだけでも本当の痛くないと、うん、どちらかといえば痛くないっていうのは全く違うということです。そうですね。これが一つのポイントです。うんですからまずそうやってね無痛の麻酔ができれば無痛の診療につながりますね。当然だって他は痛くなくなるんだから、うん、そうですよね。そこのインパクトはすごそうですね。表面麻酔がいいだけじゃなくて、うん、打ち方も考えないとね、うん、効いてるところから順番に針を刺していかないと最初は痛くなくても次チクってやったら痛かったら意味ないでしょ、うんそれはまあいろいろ考えてやるんですけどね、うん、練習するとできるようになりますからぜひやってみてください。あそれ以上の難しい話はね麻酔の本とか見てね勉強してほしいんだけど、うん、本当に絶対に痛くないような麻酔法を習得しましょう、うん、これ一つのブランド化ですね、うん、なるほど。ちなみに先生ごめんなさい無痛のその今の仕組み、はい、っていうのはやっぱり試行錯誤があってそうですね。最初は消気ガスとかも使ってたんですけど、あ注射が全然痛くないならいらないですよね。そんなもん。そうですね。だからいろいろ試した結果、まあ、今の形にこう落ち着いて、表面麻酔ももともと使ってたんだけど、はい、その特殊な薬なんですけど、うん、普通の表面麻酔だとだいたい4000円かそこらかな今、うん、1個がね、はい、で僕の買ってるのは1個1万8000円ですから、ね。うんすごいですね。4倍近い表面麻酔のドンペリと呼んでますか僕は。あ、うん、でもそれを使う価値がそこに出てくるわけね、うん、だから保険診療でもそれをほんの少量使えば別に痛くなくなっちゃうから、うん、高くないでしょそんなの痛くないんだから。そうですよね。でしかもそれによって先ほどの患者さんのように今までで一番痛くなかったっていう実感が得られたら、一番怖いはずの治療が一番痛くなかったんだからね。ですよね。これはインパクト大きいですよね。そうですよね。人に言うでしょうね多分、うん、ということなんですよ、うんうん、なるほど。そこが一つのねまず痛くない本当に痛くないってやつね、うん、でまあ審美で言えば本当に美しいっていうのがあるんだけどこれはまあいろいろ勉強してほしい。それはすればするほど理解が深まると思いますが、うん、上っ面な知識はダメなんですよやっぱり、うん、一冊本を読みこなすぐらいのしっかりとした知識を身につけてほしいですね、はい、神秘、うん、であともっとね泥臭い話をしますと、はい、例えばねうちに歯が取れたって言ってくる人がいるわけね、はい、でうちの若い先生にちょっと見てあげてくださいって言うと、うん、僕のとこへ来て抜歯だと思うんですよって言うんですよ。うん、つまりもう治せないという意味ね、うんうん、で患者さんなんて言ってるのって言うと、はい、いやさっきまでちゃんと噛めたのに急に取れてきて今日まで全然痛くなかったと言っておりますと、うん、そういう話になった時は 90% 以上もっとかな 95% 以上は、うん、その歯で噛めるようにしてお返しすることが私はできるんですよ、うん、それはちゃんとそれをですね歯茎に埋まってたら麻酔して発掘してやるんですけど、うん、で虫歯をきれいに取って、はい、新しい土台をつけてで歯をはめてあげたらそれで元に戻るわけですからね、うん、そういうことを地味にうちはずっとやってきたのね、うん、ですからそれはどういうことかというと、はい、
教科書で見るとそれは罰して書いてあるんですよ、うんうん、もう残すことができない、うん、だけどいろいろ工夫するとさっきまで噛めてたんだから、はいうん、どっか力を受け止める部分が残ってるわけですよ、うん、だからそこを利用してもう一度構築すると短期間でも噛める状態は作れる、うん、そうすると患者さんは取れてダメだと思ってきたらつけてくれたと、うん、で噛めると、うん、素晴らしい歯医者さんに出会ったって言うかもしれないね、うん、だけどさっきまで噛めてた歯をつけてもらおうと思って歯医者行ったら、はい、抜くって言われたって最低の歯医者だって言って言うかもしれない、うん、そうですね抜きに来ると思うけど次回渋々、うん、それか歯医者を変わって、うん、別の歯医者に行ってしまうかもしれません、うんうん、そういうことによって患者さんの心は180度変わるわけですよね、はい、歯医者に対する見方、はい、気持ちもね、うん、でもうちの若い先生は、はい、教科書に書いてある通りの正しい医学的情報収集をした上で僕に言ってるんだから間違った診断ではない、うんうん、だけど教科書に書いてある診断っていうのは限界までそれをね突き詰めて考えて診断は書いてないわけですよ、うん、だけどさっきまで使えてたっていうことは頭で考えたらどっかにその力を受け止める場所が歯に残っているわけだから、うん、そこを再利用すれば必ず噛めるようになるということですよね、うんうんまずそういうことね、はい、でもう一つの例はグラグラでもう抜かなきゃいけないぐらいグラグラという歯で、うん、なんか接着剤で止めてあったのが取れちゃったからつけてくださいってくるわけですよね。でやっぱりそれも若い先生見てもらうと、うん、もう抜歯がいいと思いますって言うんですよ、うん、だけどこれいつ取れたのって聞くと、まあ、昨日ですとかね一昨日ですとか、うん、3日前ですって言うんだけれども、はい、でもそれもう一回くっつけることってできるよねって言うとできますよね、うんだったらとりあえず今日くっつけて返して、うん、何回も取れるっていうことであればもう一回考えてもらうこともできるよねって言うと、うん、ああそうですねって話ですよね、うん、だそれも若い先生の技術だったら、はい、1週間ぐらいでまた取れちゃうかもしれない、うん、僕がやると1年ぐらい持つかもしれないけどねそれぐらい差があるんですよ、うん、技術的にはね、うん、でもつけることはできるわけね、うん、今グラグラをねくっつけることは、はい、接着剤も今発達してるから、うん、だけどそれを無下にもう抜きましょうって言われると、うん、患者さんはがっかりするわけですよね、うん、だってくっつけてほしいって来てるわけだからね。そうですね。くっつけてほしいのに抜くって、うん、全く違う話じゃん、うん、くっつけると抜くは、はい、同一線上にはない話やろ。そうですね。ね。真逆ですね。そう。だからなんでそこまで飛躍するんですかみたいな話になって、うん、で別に痛くないしみたいな話になるわけね、うん、そんなに痛くないからそう言ってるわけですよね、はい、でそれをくっつけました。それで帰ったらくっつけてくれてよかったねになるわけでしょ、うん、でもそこで抜くっていう話になったら喧嘩になるわけでしょ、うん、そこでまあ下手するとね、うん、そんなのしてほしくないんだわみたいな話になってね、うん、だからそこでも教科書でもう保存できない口の中に残しとくことができないようなひどくグラグラな歯は抜くんですよって教科書に書いてあるんだけど、うん、患者さんはそれは全然望んでないわけですよね、うん、でさっきから言ってるのは要するに患者さんのニーズに応えることが、うん、これが企業としての姿勢なんですよ、うん、だけど患者さんのニーズに応えずに医学的常識を押し付けるのは、うん、これは企業じゃなくて普通の町医者というか、うん、普通の医者ですよね、うん、でもそれはそこには患者さんの心に対する配慮が全くないわけね、うん、だから患者さんがしてほしいことをしてあげるっていうことを、うん、常に全力で取り組んできた結果がうちにこういう風になってるわけです。あ、だから私のとこはすぐ抜いてインプラントをするような歯医者と思われとるかもしれないけど全く逆で、うんうん、僕ぐらい歯を残すことに執着してる歯医者は他にないと思います。あ、そうなんですね。逆転の発想で、うん、じゃあそこですぐにインプラントのカウンセリングをするというドクターが結構多いかもしれません、うん、これは抜いてインプラントした方がいいですよ、うんうん、もうそういうことやってる人見ると笑えてきますよね、うん、自分からそういう利益を減らしてるというかね、自分のところの、うん、企業としての価値を下げてるというかね、はい、ブランディングと正反対のことしてるわけ、うん、だからニーズに応えずに何がブランドかと。あ、で笑っちゃいますね、そういう話聞くとね。あ、だけどそれが普通なんですよ割と、うん、だって教科書にそうやって書いてあるから、うん、医学としてはそれが正しいから、うん、患者さんにそれを説得しようとするわけね、うん、だけど患者さんのしたいことをしてあげたら何も説得する時間もいらないじゃない。そうですね。
はいはい、わかりました、つけましょうね、つけて返すだけ。うん、それでいつかはそれは痛くなるのね。うん、それか抜けちゃうんだ自然に。グラグラのやつは、さすがに患者さんも抜けたやつはもうしょうがないと思うでしょ。うん、でそれまでにもしちょっと期間が空いてね、多少悪化するかもしれないけど、うん、そこは死ぬ病気じゃないんでね、少しぐらい悪化した、うん、ただ本当に悪化したらまずいケースもあるので、はい、そういう時は言いますよ私も、うん、これはね副鼻腔に突き抜けてますよとかね、はい、あとはあなた決めなさいって言ってね、うん、でもそこで抜きましょうとは言わない、あなたが決めること、うん、あなたの自身のご健康のために、はい、あなた自身がお決めになることであって、うちらはそれはね、うん、あなたの求めることに応じて仕事はしますよと、うん、こういうふうに言うわけね。あ、だからたとえダメだとしてもそうなるわけで、うん、でもう一つ、ほっとくといつかは痛くなるんですよ両方とも、はい、それか抜ける、うん、そうすると患者さんはそこで自分でもう痛いから抜いてほしいとか言い出すわけよ、うん、ね、グラグラで痛すぎるとかね、うんうん、そしたら締めたと思ってそこで言えばいいんじゃないの、うん、じゃああなたのしてほしいことをしてあげます、はい、それもニーズに合致してますでしょ、うん、それも企業としてのビジネスですよね、うん、ニーズに合致してるんだから。そうですよね。だから医療機関というのは、はい、ニーズに合致しない、うん、患者さんの求めてないことをやりすぎてるから、うん、ちっとも成果が上がらない、ブランディングなんかできるはずないと、こういうことですね。いやー、深いお話ですね今日も。そうですよね、ニーズに応えるというのが中心にあったら、やることはだからニーズに応えてるだけなんだよね基本的に。そうですよね、はい、だからその教科書通りでそれを持っていろんな患者さんにただ当てはめるっていうのはちょっとやっぱり難しくなってくるわけですもんね。まあ、現実にそういう難しいから全然患者さんは1日15人ぐらいしか来なくて、うん、奥さんと2人でやってずっとその状態が続くみたいなね、うん、そういうふうになるわけでしょ、はい、でそれはだから教科書的な歯科医師としては正しいかもしれないけど、うん、それはビジネスとしては成立してないってことを示してますよね、うん、そうですよね。これがちなみに先生、こういうニーズに応える形で患者さんのニーズに合わせてこちらが持っている医療を提供していくっていうこのスタイル、どれぐらいの方ができているんでしょうか。まあ、どうでしょうね僕の推測だと、はい、10% ないぐらいかな。あ、もう そんなレベルですか。10件中9件は一生懸命医学を探求している先生ですよね。で私たちの目的は、はい、それ医学も探求すればいいと思うんだけど、うん、でも結果的にそうやって患者さんに来ていただいてね、うん、探求する対象もいなくなったらできないじゃないですか。そうですよね。もう一つ付け加えてエピソードを言うと、はい、歯をホワイトニングしてほしいって来る人がいるわけね、はい、で見ると茶渋がついてるだけっていう人がいるわけですよ。おで、それは茶渋を取ればホワイトニングする必要がないぐらい綺麗になっちゃうわけね。あ、そしたらホワイトニングをあなたしたいって言ってらっしゃるけど、うん、これは茶渋を取れば白くなるから、うん、それで終わりなんですよねその人は、うんうん、でもそれをまた茶渋を取ってからさらにホワイトニングするっていう話が始まるわけですよ普通、はい、だってホワイトニングしたいって来てるわけですから、うん、でも我々の考えてるホワイトニングっていうのは、うん、歯を白くするっていう中の一部だけど、患者さんのホワイトニングしてほしいっていうのは歯を白くしたいっていうだけだから、うんうん、これ全然合致しないわけね、うん、両者が思っていることが違うわけです、はい、でそれを患者さんのサイドに考えを巡らさないと我々はいつも大きな失敗をするわけ、ね、うん、だから白くしてほしいはホワイトニングしてほしいじゃないよと、うん、審美歯科やってほしいじゃないよという、うんうん、ことは知らないといけないし、はい、戒めないといけないんですよ、うん、であとよくあるのは歯石取ってほしいっつってね、はい、歯石取った後がザラザラになったりするんですよね、うん、で歯科衛生士がザラザラしたまま患者さんを返そうとすると患者さんがザラザラになったって言って次の日来るわけね。おそういうのはよくあるんですよ、うんうん、だそれは歯石を取ってほしいっていうニーズには応えてるけど、うん、患者さんを幸せにしてないってことでしょ、うん、でこれもブランディングに反する。あだから常識的な快適さというかね、うん、あなたの口の中が来る前より悪くなってませんかっていうことは必ず帰るときに聞かないといけないよね、うんうんうん、だから例えば治療した後ね、はい、必ず舌触りはどうですか、噛み合わせはどうですかっていううちは聞きますからね、うん、そういうこともブランディングには
重要ですよね。うん、本当に患者さんがしてほしいことをちゃんとしてもらって、うん、不快じゃなく終わったかみたいな、うん、でうちらの考えと向こうの考えに大きな隔たりはないかってことね、うんうん、いやこの患者さんの視点に立っていろいろニーズを考えていくっていうのは簡単なようでなかなか難しいことでもあるなってちょっと思いましたね。患者さんに聞いてみるのが一番いいんだよね。あこっちの説明とあなたの、はいしてほしいことと食い違ってませんか、うん、って言ってあそれ言えない人多いですからね、うんうん、気がついたらなんかされてたとかね、はい、あそういうちょっと気の小さい人とか、はい、なんか医者に行くということ聞かなきゃいけないと思ってる人とか結構まだいるので、うんはい、そういうこともやっぱりこっちから歩み寄って考えてあげないとダメなんですよね、うんうん、そこのズレはないですかっていう一声はめちゃくちゃ大きそうですね。そこで本当のニーズが引き出せるかどうかも変わってきますよね。そうなんですよ。だから真のニーズを見つけることをマーケティングというっていうふうにドラッカーが言ってるわね、うん、その通りですよね。うん、それを歯科医療の中でも愚直に先生は実践されてきたってことですね。気がついたらそうなってたんですけどね気が小さいからね僕は。いや相手に嫌われたくないから。いやだから相手に嫌われたくないという気持ちがすごく大事ですよね。今ちょっと急に気がついたけど患者さんに嫌われたくないと思ったら患者さんの嫌なことは全部しないよね、うん、それの積み重ねじゃないですかね。自分がされて嫌なことを人にしないでねって僕いつもうちのスタッフに言ってるんですよ、うん、だからそういう気持ちで患者さんが嫌だと思うことはしなければもう素晴らしいそれがブランディングになってくるんじゃないですか、うん、そうですよね。でまあ、実際続けていった先に近藤歯科さんは圧倒的な地位というかポジションというかやっぱ確立されてますから。いやいやまだまだその全然ですよ。全然だからいつも合ってるじゃないですかいやいやもう圧倒的になったらもう来なくていいって言いますから。あそうですね。もう用済みだとならないです永久ならないですよそんなありがとうございます。いやとても参考になるお話だったんじゃないかなと思います。このテーマで先生なんかお話しされないこととかはございますか。やっぱりそうやって自分自身でねちゃんとブランディングしつつ自然と患者さんにね信頼される歯科医院ができたらそれがブランディングですからね。そうなってきた場合は、うん、お金が入ってきますから、うん、お金がある程度入ってきたらば待合室もきれいにしたりとか、うん、機械買い替えたりとかね、はい、従業員の給料ちょっと良くして、うん、そうすると従業員が笑顔になるとかね、うん、そういういい循環を生み出してそれを自分の蓄財とかね変な方向にそのお金を使ってしまって、はい、歯医者は汚いままっていうのは困ります、ね、うん、やっぱり投資はしてほしいですよね、うん、お金の使い方というところも大事になってくるわけですね、はい、ぜひそういう方面にお金を使って、うん、ますます美しいいい環境で仕事してもらうと、うん、どんどんブランディングもいいフィードバックポジティブフィードバックしていくと思います、うん、まあ、頑張ってみてください、はい、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。今回も近藤先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。